いきます。スーマリオ64 DS をプレイパート30第2のクッパ戦編4の続きです。やっていきましょう。真っ暗なのは今夜なので真っ暗です。じゃあいきます。スーパーマリオロッキアンジュース。ミーマリオ。ちょっとうるさいですが我慢してください。じゃあいきます。いきまーす。じゃあ40集めたらまたクッパの元に行きたいと思います。それまで行けないのですが少し我慢してもらえるとと思っています。待っててください。電話が入ってしまいましたので YouTube やっている途中邪魔が入ってしまったのでちょっとお待ちをください。はい、邪魔の終了が終わりました。はい、邪魔が終わりました。んでは、行きます。氷の中の赤コイン、あー、これヨッシーじゃないといけないやつだ。思わず行ってしまった。とりあえず、ペンギン、迷子のペンギンのあのスターで行きます。なに？
つうかよっしゃーぐらいじゃないし。氷の中の赤コインなら楽々にできるよ。けどマリオは全然活躍してねえ。つうかマリオが全然活躍してねえ。しかも活躍してんのはルイージとヨッシーだけ。マリオ活躍してねえ全然。でもそんなことはないので、んじゃん、でもマリオに関してだな。マリオがいなかったらハテナスイッチのあれを押せるのはダメだった。マリオでしか行けないスターあるはずなんだっけ。よし、行くぜ。よっしゃー、イエイ。デン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 。ふわぁ、ザコスポyou
これ。リストに置いていかれた。最悪じゃん。リストに置いていかれたし。残るはあと1枚じゃ爆発させたり。爆発しねー。おっしゃー、リストで行くぜー。うそー。大惨事だー。